先週の牝馬の G1 に続き、今週は朝日杯フューチュリティステークスです。スピード、素質、そして完成度が問われるこのレース、ここを制して来年の春の主役に名乗りを上げるのはどの馬か。さあ、最後は大外枠のオリーブロッチ、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。各馬綺麗に揃いました。さあ、先行争い、何が花を切るんでしょうか。カフェビーチ前に行きそうです。エアグルーム、これに続きます。その外にマッチレスジーン、その外からロードプラチナム、その外にキシウェイ、エイシンキャメロン、そのうちに続いています。その外に最強サンデー、黒の帽子、東海パルサー、その後ろ内からはテイエムイメージ、ザカリア、すぐ後ろ内からは当選サン、さらには日高ソックス、その外にオリーブロッチ、最後方にシンボリインディ。各馬がターフの上を駆け抜けていきます。もう一度先頭から。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。前はカフェビーチ、マッチレスジーン、ほとんど差がありません。エアグルーム、3番手アドマイアベガ、いい位置、鞍上のゴーサインに応えるか。さあ、直線に入りました。これからの勝負、ここで先頭変わりました。先頭はマッチレスジーン、マッチレスジーン先頭、2番手はロードプラチナム、残り 200m、 マッチレスジーン先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。アドマイアベガ抜けた。ザカリア追いすがります。アドマイアベガ、アドマイアベガ1着、2着にはどうやらザカリア。これが世界を制した実力だ。アドマイアベガ